へへへ、俺たちもだいぶアカデミーに慣れてきたよな。そうだな、売店にパンが並ぶ時間も把握したし、もうすっかりアカデミーのプロだよな。うんうん、新入生たちもだいぶ馴染んできたわね。1年前を思い出すわ。そうですね、私とソレルは幼馴染でしたが、アカデミーからですもんね。うんうん、懐かしいね。ハエたたきで思いっきりソレルにはたかれたっけ。それは忘れなさいよ。いいじゃない、それをきっかけに知り合えたんだから。そうだ、そういえばその時あの方たちと同じようなことを言っていましたね。え？同じようなことって？そういや、お前魔法と錬金術どっちがすごいと思う？俺は断然魔法だな。やっぱいろいろできるし。ああ？錬金術に決まってんだろ。なんてったって道具を作れるんだぞ、道具。ああ、やってたやってた。去年は結局決着つかなかったよね。そうね、でも私たちはもう2年生だもの、当然分かってるわよね。魔法の方が錬金術よりすごいって。いいや、錬金術の方がすごいよ。はあ？そう、まだ分かってなかったの。じゃあこの際白黒はっきりつけましょう。アカデミーの近くにちょっと強い魔物が出たって噂になってたのよ。そいつを先に倒した方が勝ち。つまり私が先に倒せば魔法がすごい。わかりやすいでしょ？ちょっとソレル？なるほど、これは受けて立つしかないね。ふん、ソレルなんかに負けないようだ。言ってなさい。それじゃおっさけ。はあ、また不毛な争いが始まってしまいました。クエストクリア。確かこの辺だよね、ちょっと強い魔物がいるって場所。あ、ソレルだ。なんかすごい顔して走ってるね。どうしたんだろう。あ、今度は魔物だ。こっちもすごい顔して走ってるね。どうしたんだろう。どうしたんだろうじゃないわよ。見ればわかるでしょ、追われてるのよ。
た魔法使いのソレルさんがなんて言ってる場合じゃないじゃん。ここは一旦休戦してソレルのことを助けてあげよう。クエストクリア。みんな気をつけてね。やっ、やったやった。強い魔物を先に倒した方が勝ちってすごい勢いで出て行ったじゃん。それがね、探してるうちに魔物の尻尾を踏んづけちゃったのよ。そのせいでものすごい勢いで怒り出して手に負えなくなってあのありさまってわけ。なるほど。つまりソレル油断したんだね。返す言葉もございません。言ってどうしたのって怪我してるじゃん。あー、すりむいたのかしら。あ、でも大した怪我じゃないわ。これくらい放っておけば治るわよ。いや、手当てした方がいいよ。そうだよ。あ、そうだ、薬を作ってあげればいいんじゃない。地味に痛いし素直にお願いしようかな。それじゃ、錬金術の凄さをソレルに分からせてあげるよ。あ、そういう魂胆？でもまあ、いいや。ごめん、よく効く薬、よろしくね。クエストクリア。これ頼まれてた薬だよ。ありがとう。これなら傷が残ることもなさそうね。そのごめん、魔法がすごいとか錬金術がすごいとか変なところで意地張って迷惑かけちゃって。魔法も錬金術もそれぞれの良さがある。だから優劣を決めるものなんかじゃないのよね。いや、やっぱり錬金術の方が。てい、せっかくソレルが謝ってくれたんだから蒸し返さないの。そうだ、これから食堂でご飯にしない？今回のお詫びにおごっちゃうわよ。どうしたのよペパーミント、やばい魔物が出たみたいな顔をして。ソレルちゃん、その傷どうしたの？傷跡が残ったらどうしましょう。
嘘をつかないで。魔物に襲われたんでしょう。どうしよう、最高クラスの回復魔法を、それとも秘蔵のエリクサーを持ってきた方が。じゃあソレル、なんか忙しそうだから私たちはこれで。ねえ、ちょっとここで逃げるのはなしでしょ。ソレルちゃん安心して、ソレルちゃんのことは絶対に直してみせるから。ここは私の命と引き換えにしてでも、一世一代の魔法をここで。ああ、そこまでじゃないですってば。変な勝負なんてやめときゃよかった。クエストクリア。どの依頼にしようかな。お、ちょうどいいところに。実は今課題で魔法薬を作ってるんだけどさ、触媒になる材料が足りなくなっちゃったのよ。へえ、魔法薬。魔法家って薬も作ったりするんだ。あー、うん、一応ね。そこまで本格的じゃないんだけど。で、どう？お願いできそう？お安い御用だよ。さすが！それでこそ私の親友だわ。じゃ、よろしく頼んだわよ。クエストクリア。おお、頼んでた魔法薬の材料ね。ありがとうありがとう、助かったわ。どういたしまして。ねえ、ちょっと思ったんだけどさ、魔法薬を作るって錬金術みたいだよね。やっぱりソレルも釜を混ぜ混ぜするの？ううん、材料を煮込んだりするだけだから、どっちかっていうと料理に近いかしら。ほら、錬金術は元の材料が影も形もないくらい全然別の道具を作ったりするでしょ。さすがにそんなことは魔法じゃ無理ね。新しい道具を作り出すのは錬金術の専売特許だわ。ふーむ、なるほど。つまりやっぱり錬金術はすごいんだね。まあそりゃあね、伊達に神秘の術って言われてない。お、わあ、忘れてた。なになに、どうしたの？今度授業で使う材料の調達、私の当番なんだった。ねえ、本当にごめん。ついでにもう一つ頼まれてくれない？魔物を倒して材料を取ってくるだけなんだけど、私課題の期限がギリギリで。仕方ないの。ありがとう、本当に助かります。それじゃよろしくお願いね。クエストクリア。
頼まれた魔物ってあれだよね。まったく、ソレルったらそそっかしいんだから。まあでも大事な友達だもんね。ここは一肌脱いであげよう。クエストクリア。みんな気をつけてね。やっとー、やっいたー、やっやったやったクエストクリア。魔物結構強かったよ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。完全に私が悪かったです。ごめんなさい。本当だよ、今回ばかりはしっかりとしたお礼を要求する。お礼ね。そうだ、私がお礼になってあげる。はい、どういうこと？採取を手伝ってあげるってことよね。いい考えじゃない？ほら、魔法も錬金術もいろんな材料を使うでしょ。ということはよ、私たち一緒に行動した方が別々に材料を取りに行くより効率がいいんじゃない？なるほど、そういうことか。どう思う？ソレルがいると心強いよ。でしょでしょ。我ながらいいアイデアだわ。というわけでこれからは私がついてってあげる。だから採取の時は遠慮なく呼びなさい。改めてよろしくね。クエストクリア。やっほー、私はソレルよ。レシピが解放されたよ。よろしく。